こんにちは。こんにちは。そういうわけでですね、今回は、前回に引き続きましてですね、1900年代、初めの方の、ニューヨークの日系社会の様子を写真です、いろいろと、紹介したいと思います。あ、すごい楽しみです。というわけでですね、結構ね、この時代はいろんな写真もありましてですね、やっぱりね、日本社会がなかなか元気なことでしてね、それレストランの写真ですね。武士東京館というレストあ、これレストランなんですラン。レストランね。外観です。こんな、ね、お店があったりとか、これね、ベーカリーなんですよ。神崎ベーカリーなんですよ。この二人立ってるやつ。これもベーカリーと思えない。ベーカリーが ね、ありなんでかすね。小麦をなんかやってるんですかね。やってんのかね。だからベーカリーとかがあるっていうね。まあ確かに日本も昔結構割と早い段階からアンパンはあったと言いますから、からね、もうベーカリーがあったという。おしゃれですね。富士写真館って書いてあるんですけど、これ写真屋さんですね。ああ、なるほど。もうね、写真屋さんもね、なんかね、結構注目されていたビジネスで、これから伸びていくぞといった形でですね、僕ね、見つけたのがね、こんな面白い写真があってね、ほら、これ、見えます？綺麗ですこれがね。ね、下にキャプション書いてますけど、個人写真誌の代表的作物だ。これがね、いい傑作だったらしいですよ。社会で。そうですね。絵みたいだし。ね。こんなのがそこあり。写真館も、なんだろう、日本のイメージっていうか、昔だと街に絶対あったイメージですよね。で、これ旅館ですよね。ホテル。これがホテルなんだ。武士っていうのはブルックリンですよね。ブルックリンのこと。あ、そうなんですか。高崎院と書いてますけど、ね。本当だ。これ、生稲料理店っていうのは、これはレストランなんですけど、なんかそのもともとが天皇の料理番をしていた方がニューヨークに来て、なんかオープンしたレストランってったことで、これ1907年ぐらいの写真なんですけど、当時ではなんかとてもね、有名なレストランだったみたいで、これ、早稲田大学の、ニューヨークにいる早稲田大学の人たちの同窓会みたいなやつなんですけども、これがね、そのレストランの中、今言った生稲のレストランの中はこんな感じなんです。わあ、なんか洋風ですね。すごい。洋風な感じ。で、ちなみにこれ下は、ニューヨーク日本人青年会っていう団体ですね。こうやって見ると日本人がいっぱいいますね。4000人しかいなかったけど、なかなか、結束が強かったみたいですからね。ね、これだけパッと集まったらすごいですよね。次はこれはね、次の写真。これ、日の出商店っていう、これは雑貨屋さんですよね。なんで、かそのネーミングも結構好きですけどね。日の出左商の。日の出。店。わ かりやすいですよね。で、その下がね、石川風月堂って書いてあるの。これはなんかレって、これ、お菓子屋さんですよね、多分ね。お菓子、和菓子ですか和菓子ね。ですよね。和菓子のお店があったという。いやー、美味しそう。そう。で、次が、その左上が日米修好印刷所って書いてあるんですけど、これ、いわゆる新聞ですよね。日本の新聞があったんですよね、もうすでにこの時代は。すごいなあとでね、これもお話もしようと思うんですけど、これの印刷所が、写真が残ってる。さらにその下がね、コロンビア蓄音機工場って、コロンビアって今でもらうレコード会社のコロンビアですよね。ありましたね。そうです。コロンビアって、まあ、映画とかで、ね、CBS コロンビア、まあ、ソニーコロンビアとかもなってましたけど、あれですよ。その、工場の蓄音機の工場で、しかもその左のこの S、ミスター S 矢野っていうのが、日本のエージェントって書いてますから、コロンビアのこの多分日本で物を売る代理人ですよね。そんな人もいたという。あ、もうね、ほら、ある意味今とまあ変わらないというか、もうね、そのグローバル経済とかも当たり前になってましたし、いろんな意味でなんかもう、やっぱいろんな成熟していた社会というか。そうですね。変わらないといえば変わらないですもんね、今と。で、次は、これはですね、そう、これは多分日本人女性会、だと思うんですけども、多分女性は、やっぱニューヨークとかね、日本はまだまだ男尊女卑の時代でしたけど、やっぱね、ニューヨークはね、欧米は女性の社会進出も割とね、早かったですから、
結構感化されて日本人の女性であのね、ニューヨークの日本人女性ももっとまとまろうみたいな話があって、1920年ぐらいですかね、その時あたりにですね、日本人女性会っていうのができるんですよ。で、新井良一郎さんの奥さんが、まあ、中心になってやるんですけど、これがですね、前列中央、前列、一番前の列の中心にいる、ちょっと体の大きめな人は、この方があれですね、当時の総領事、矢田総領事の奥さんですね。この右隣が新井良一郎の奥さんの新井田鶴子さんですね。そんな方々で、こんな女性がまとまろうっていう機運もあったというね。これはなんで皆さんこういう、こうなんていうコスチュームなんですか？ちょっと僕もね、この前、全然詳しく書いてないんですけど、まあ、何かのイベントとかがあったのかなとか、例えばね、ちょっとわからないんですけど。そっかそっか。なんか、鉢巻きに見えるけど、病院でもないし、青っぽいですよ。何ですかね。なんだろう。まあ、女性というとでもこんな感じだったんですかね、昔は。次はこれはね、常陸山ってお相撲さんですね。お相撲さんがニューヨークに遊びに来たという。でもよく見たらどっちかわかんないですね。これ、両方日本人ではない。でもね、から下のキャプション見ると、チャンピオンレスラーと彼の友達って書いてますから、アレキサンダーか。アレキサンダーです。まあ、右側が、ちょっとアレキサンダーっぽいですね、右側。右側がね、一応和服着ちゃってるけど、外人っぽいから、多分右側がアレキサンダーで左側が常陸山です。なるほど、で、なるしておきましょう。ほど。で、これがそうそう。This is Japan Day と書いてますけど、ね、この当時もジャパンデーって言ってたんですね。ジャパンで同じですね、今です。と。まあ、何があったか全く不明なんですけど、ジャパンデーって書いてます。なんか同じような感じでしょうね。なんか、ね、イベントというか。こんな、そうなんで、なかなか皆さん、楽しくやってたのかな、みたいな思いながら。そうです。これ持ってるの菊の花ですかね。菊っぽいですね、やっぱね。なんかね。日本だからね。そうそう。それですね、結構ね、今回、いろいろ3つ探してましてね、面白いのあったので、この面白いのがね、やっぱり、まあ、これでいろんなね、社会が一応できてくるんですけれども、僕が見つけた資料の中で、見てこれ、これこれ、これ、銭湯があったんですって。富の湯。富の湯。本当だ。富の湯、まあ、その横の東京洗濯屋っていうのもちょっと気になるんですけど、富の湯っていう銭湯があったって割と、ねへえ、え、衝撃ですよね、これ。衝撃ですね。オリーブストリート、ね、41番のオリーブストリートとか、調べたらね、あれでしたよね、ダウンタウンの方。ホール街とかの近くですよ。そう、あった、こんなのがあるっていう。これは、どうやったんですか？お湯、わおから湯ない。を。全くわからない。なんかね、当時のなんか、住所録みたいなのがあって、それになんか書いてあったんですけど。そんな感じでちょっと話が、また盛り上がっちゃいましたので、じゃあ次回はですね、新聞のお話を、したいと思います。当時のこのね、時代の新聞どんなのがあったかっていう話です。じゃあ、よろしくお願いします。またお願いします。